肉のつき方とか、はい、脂肪のつき方には実は年齢と結構大きな関係がありまして、はい、年齢によって、はいはい、だんだんこう筋肉のつき方、はい、脂肪のつき方が変わっていくよというデータも出ています。それもデータ化されてるんですか、はい、なるほど、はい、ちょっとじゃあ詳しく教えてください、はいはい、年齢と筋肉のつき方の関係の話なんですが、はい、あのどの部位も男性は、はいまあ、10代から20代にかけてが筋肉のつき方が一番ピークで、年齢とともに腕の筋肉も、はいうん、体幹部の筋肉も足の筋肉も徐々に徐々に低下していく傾向があるんですが、はい、特に足の筋肉の落ち方が早いです。早い先に落ちていく傾向が見られてるんですね。なるほど、20代がまあピークで、はい、それが全体的に落ちるだけじゃなくて特に足の部分がさらに筋肉がなくなって、そうなんです、あの運動会とかで張り切って走ろうって思って、あってつまずいてしまうお父さん、そうですよね、はい、そういう感じ、足から来るっていう、はいうん、30代であって、30代だからまだまだ若いと思っていても、はい、ちょっと足が思うより動かなくてとかいうことがあるあるですよね。はい、あのどの部位の落ち方も心配なんですけど、特に足は速いので気をつけていただきたいですね、はい、足の筋肉が落ちやすいという、はい、これ今男性の話ですね、低下傾向が速いです、はい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 、で女性も、はいまあ、筋肉はあの落ちてはいくんですが、はい、男性ほどもともとそんなに大きな筋肉を持っていないので、うんうんはい、急激な低下は男性よりはしないんです。あの、ただ逆に女性は脂肪のつき方が、はいはいはい、あの男性よりも変化が大きくてですね、つき方が変わってくる、はいはい、あの女性は若いうち20代、はい、30代くらいまでは上半身の筋肉が、はい、上半身の脂肪が少なめで、はい、華奢な上半身、ウエストも細くて、はい、腕も細いんですが、うん、あのお尻から太ももをバーンと張っていて、はい、あの下半身の脂肪は魅力的についてるというのが若年女性の体型なんですが、女性は加齢とともにだんだん脂肪のつき方が上に、上半身にも脂肪がつきやすくなって、つきやすくなって腕やお腹周りなどの脂肪が増えていって、はいうん、なるほど、全体に丸っとしてきます。あ、それでより一層こう、はい、柔らかシルエットに、はい、若いうちのメリハリがあったのが全体にポワッとなる傾向が見られるんですね。それもじゃあやっぱ年齢とともに、はい、筋肉と脂肪の関係性、そうですね、付き方も変わってくるから、はいはい、そうなる、そうなんです。女性はもともと筋肉のつき方は少ないけれども、はい、さらに落ちちゃうっていうのもあるので、はい、筋肉が落ちると余計ちょっと筋肉で脂肪って吊り上げられてるところがですね、はい、骨格筋がキュッと、はい、それが筋肉が少なくなることでたるんじゃうっていうのもあって、たるっとした感じで、たるっとぼわっとなっちゃうっていう、はい、ちょっと、なるほど、はい、あの自分で言っていてだんだんこう、はい、自分のところにぐさぐさ刺さってくるんですけれども、そういう、まあ、一般的な傾向ということで、はい、そういう傾向がありますよね、はい、ということですね、ありますので、はい、ちょっとご注意いただいて意識して、はい、体を動かすようにしていただくといいかなと思います。わかりました、はい、じゃあ女性の方は特に上半身を意識するということでいいですか。そうですね、若く見えるスタイルを目指したければ、はい、ちょっとこう上半身を鍛えて引き締めると、はいうん、若い頃のバランスに近いような形に鍛えられるかなと思いますね。かもしれない、はい、わかりました。じゃあちょっと女性の皆さん、はい、上半身ちょっと意識していただいて、そうですね、とかちょっと着るものでちょっとうまいからこう細く見えるのを狙うみたいな、そうですね、はい、わかりますね。男性の方は、はい、足の筋肉を落とすので、足を意識しましょう、はい、そうですね、男性はちょっと腹部の脂肪がついて、はい、足の筋肉が細くなってしまうという傾向があるので、はいうん、お腹がぽよっとして足が細いと、うん、細いちょっと老けた体型に見えてしまうので、そうですね、そこを逆にするといいですよね、はい、ちょっとお腹は引き締め、足はこうバーンと鍛えるとかっこいいっていう感じになると思います。ちょっとふと思ったんですけど、こう立ってる時の姿勢とかもなんとなくお腹がポコッと出て、こうなんか楽ちんな姿勢で足の筋肉使わないっていうのとよりこうね、はいはい、そうなっちゃいそうですよね。そうですね、さすが学ぶそうなんです、はい、姿勢を整えるのって結構筋肉をきっちり使っていますの、うんうん、です、ね、いい姿勢でいるっていうことも筋肉を鍛えることになりますので、はい、楽ちんなね、疲れた時は楽ちんな姿勢したいと思うんですが、はい、それが重なるとだんだん、うん、そうですね、日々の習慣の積み重ねが、ぜひそ
分かりました。いい姿勢にしていただくのがいいですね。はい、あのジムに行ったりとか、はい、ランニング行くっていうのはちょっとハードル高いと思うんですけど、はい、ちょっと姿勢を良くする。姿勢を良くする。それは立ってる時でも、はい、座ってる時でも、はい、それだけでも随分違うそうですね。はい、はい、ちょっと気楽な運動としては、はい、やっぱり意識して歩いていただく。歩くことは大事ですね。はい。はい、うん、谷田的にも歩数計、活動量計と、はい、扱っておりますので、はいはい、ぜひ歩くときには谷田の商品をお供に、はい、使っていただければ嬉しいです。かっこよくウォーキングしていただければ。はい、わかりました。はい、みゆきさん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、またお会いしましょう。またお会いしましょう。さよなら。谷田公式 YouTube チャンネルでは皆様が健康的に楽しく過ごせるための情報をお届けしていきます。この動画が参考になったよ、役に立ったよと思っていただけたらぜひ高評価をお願いします。そして谷田公式 YouTube のチャンネル登録と更新を見逃さないように通知のオンの設定をぜひお願いいたします。谷田公式 YouTube ではですね、 Twitter アカウントも持っておりまして、動画の更新情報などを発信しておりますので、そちらのツイッターの方でリツイートやいいねをしていただいてもとっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。